金の花は嘘つきです。星1。モテるオスを好きになり付き合うまで行くがモテるオスなので当然お断りする権利を有しているオスに振られてしまう処女で JK のノンケのメスが清楚系のメスを助けたことで百合恋愛に発展するシナリオ。そもそも彼氏ですらない関係を彼氏というような JK にありがちな頭ゆるふわちゃん。自分がトンマだということを理解しているのに調べない、対策を立てない、なのに自分はどうしてこんなにもバカなのだろうと落ち込むやべえ性格設定。みんなトンマなのぜ、でもそこからどうしたらいいのか考えて対策を立てて少しずつダメな部分を対策していくからごく一部はうまくいく確率が上がるのぜ。言っていることはあっちはこんなにもおバカでありんす。だから何をすればいいかわからないでありんす。勉強も訓練も努力もしたくないでありんす。でもおバカすぎてとても悲しいでありんす。コストを払わないでうまくいく方法がないでありんす。悲劇でありんすってことなんだよね。男運、女運が悪いというのは認識の齟齬で性格には見る目がないだけ。大抵のメスが好きになるオスはごく一部のモテを組んで、そいつらはメスを選べるから雑魚の扱いは適当になる。モテるメスも雑魚のオスを適当に扱う。だけど大多数のメスはそこが理解できていなくて、多数のオスはモテないから自分が選ばれる確率が高いと思っているんだけど、メスが好きになるオスって時点でそのオスは上位 1% の選ぶことのできるオスなんだよね。その辺は置いておいて、ちょっと猛進な JK と性悪な OL とのユリ漫画。そもそも一番初めに清楚系の性悪風の OL 八冠の手を振り払えないくらいの小動物って描いていたのに、そいつが途中から性悪にクラスチェンジするっていう行き当たりばったりがよく出ている作品なので。